夏の参議院選挙に向け自民党が選挙公約を発表しました。ロシアのウクライナ侵攻を念頭に防衛力の強化など外交・安全保障を強調した内容になっています。何が政治の使命かと言いますと、国民の皆様の生命と財産、暮らしをさまざまな脅威そしてリスクから守るということ以上の使命はございません。公約では国防力を抜本的に強化するとして対 GDP 比 2% 以上も念頭に5年以内に必要な予算水準の達成を目指すとしたほか、反撃能力の保有を明記しています。一方、党是である憲法改正については早期に実現すると明記し、実現を目指すとした去年の衆議院選挙の公約より踏み込んだ表現になっています。また物価高対策では中小企業の賃上げの後押しや原材料費の価格転嫁対策などを掲げています。このほか感染症対策では将来の危機に備え司令塔機能の強化に取り組むとしています。